はい、皆さんこんにちは。出ましたね、 M3 ファミリーの MacBook Pro 14インチ16インチ。これもう注文開始してまして、11月7日発売となっています。そして iMac も M2 を飛ばして M1 から M3 にね、すっ飛びましたけどもね、こちらも11月7日発売で注文は始まっております。はい、ということでね、もうね概要からね言っちゃいますけども、まずは MacBook Pro 14インチですね、248,800円からです。こちら一番大きいトピックはやはり3ナノメータープロセスの M3 シリーズチップの搭載ですけども、そしてですね、今回 M3 の追加によって13インチの MacBook Pro というのが配信になってるんですよね。で、まあそれによってですね、今回は SoC は M3 と M3 Pro と M3 Max の3種類から選べるということでですね、で M3 については CPU8 コア、高性能が4の高効率が4ですね。で GPU10 コアも M2 と同じですかね。でメモリの方は 24GB までですね。そして M3 Pro の方は CPU が11コアですね、高性能が5の高効率が6、 GPU はベースモデル14コアと2個減ってますね。でオプションで CPU12 コアと GPU18 コアのモデルが選べますね。そしてユニワイドメモリーは最大 36GB ということですけど、ただ帯域幅がちょっとね、前までは M2 Pro 200GB/s だったのが150になってますね。そして M3 Max については CPU14 コア、高性能10の高効率4ですけども、GPU が30コア、そしてオプションで最大 CPU16 コアと GPU40 コアのものも選べたりします。で、メモリの方はですね、最大 128GB まで増えておりますね。ただメモリによってですね、帯域幅が 300GB/s になったりはしていますかね。そしてまあこれディスプレイはまあほとんど変わってないんですけども、 SDR で600ニットに100ほど引き上げられていますね。はい、そしてバッテリーは M3 モデル22時間のムービー再生、ワイヤレスインターネット15時間と結構長くなってますよね。で M3 Pro と Max については18-12っていうのは変わってないようですね。そしてポート類は変わってないんですけども、こちら M3 モデルのみですね、2ポートという形になっています。そしてこちら外部ディスプレイについても、 M3 モデルは1台の外部ディスプレイという感じですね。それ以外プロとマックスについては M2 と同じ内容となっていましたかね。でサイズ変わってないんですけども、この M3 モデルだけですね、 1.55kg と少し軽くなっているようですね。はい、そして16インチの方はですね、こちらは M3 チップは搭載したものはないですね。もうあくまでもプロ仕様ということで、 M3 Pro と M3 Max の2種類という形です。で14インチにある M3 Pro の回構成の方もないんですね。なんでまあやはりね、上位機種という感じですけども、そして CPU や GPU のコア数とかメモリーの最大オプションについては14インチと同じとなっています。ディスプレイもサイズ以外はですね、この SDR600 ニットというのは14インチと同じようです。そしてまあバッテリーの持続時間はこれ22時間ムービー再生、15時間ワイヤレスインターネットっていうのは M2 系の時と変わってないですね。でそれ以外にもストレージとか、あるいは拡張ポート、そして外部ディスプレイやワイヤレス接続系もですね、基本的には1月に発売された M2 系と変わっていないようですね。重量はちょこっとだけ軽くなっているようです。はい、そしてもう一つね、 iMac の24インチも新しい機種となって、発表されましたけどもね、一番大きいトピックは M3 チップですけども、198,800円からです。でこちらですね、 M3 チップはこのコア数、特に GPU ですね、差があるもの2つがありまして、でこれメモリの方がですね、これ前のモデル M1 でしたから 16GB までだったのが 24GB まで搭載できるようになっています。まあ、あとはね、 Wi-Fi が 6E になったり、 Bluetooth が 5.3 になったりしているようですね。それでね、期待されてたマジックキーボードとかマジックマウスについては残念ながらライトニングのままみたいでね、付属のケーブルも USB-C2 ライトニングとなっているようですね。はい、そしてデザインについてはですね、ほとんど変わってないんですけども、 MacBook Pro の M3 Pro と M3 Max だけですね、スペースブラックという色がありまして、スペースグレーはないんですよね今回ね。
で、あとは全体像をつかむために基本構成の比較をしてみました。こちらですね、前のモデル iMac 24インチはこれ M1 でしたけどね、これの時に比べるとこのストレージとかメモリーの構成っていうのは基本的に同じでね、この吊るしのモデルは3つありますけどね。で、米国本国では値上げなかったようなんですけどね、まあ、残念ながら2万4000円から3万2000円ぐらいお値段が上がってしまっていますね。はい、で13インチに取って変わった14インチの M3 バージョンの MacBook Pro ですけどね、こちらについては、まあ、ちょっとねこのねストレージ構成っていうのは512スタートになったんで、それもあってですねこの左と右の端を比べるような形になりますけど、まあこれはねディスプレイに違いが結構ありますからね、まあその分という感じでこれね4万2000円ぐらい上がっちゃってるのかな、スタートが。で、今まであったこのね、プロとマックスの方ですけどね、これについては M3 プロから M3 マックスまで、まあ基本的にメモリーとストレージの構成は近いんですけどね、ただメモリーのスタートが今回 18GB からになりましたから、やっぱね、その分はどうしても上乗せされるのかなという感じもありましてね。まあ加えて今年の1月に M2 Pro と M2 Max 発売された時って1ドル130円切ったりもしていた時ありましたからね、まあそれもあってかお値段ねかなり高くなってしまっていますね。そしてね16インチについてはね今回ね、カスタマイズなしの基本構成が4つほど用意されてましてね、そのあたりはちょっと面白いなと思いましたけども、まあこれもねお値段はメモリーの増えた分とですね、あとはまあ円安分というところになるでしょうかね。はい、そしてまあ今回はもうこのプロセッサーの進化というのがまあ一番の売りということでね、M3、M3 Pro、M3 Max 3つ同時に発表して発売するわけですけどね、まあ、これ自体はまあ非常にすごいことだというふうに業界内でも言われてますけど、まあ何が一番すごいのかというと3ナノメーター製造プロセスというまあキメの細かいねトランジスタの数の多いものになってるわけですけどね、でまあ、それが業界ではねほぼ先駆けて登場ということで、まあ、それを一気にね3つほど出してしまうというところがまあちょっとね驚異的ではあるんですけども、で GPU の強化というのはかなりされていて、ダイナミックキャッシングというんでリアルタイムで動的にメモリを割り当ててタスクに必要なメモリだけが使われるということでですね、でそれによって GPU の使用量が上がってパフォーマンスが向上してですね、結果としてメッシュシェーディングとかですね、そしてハードウェアアクセラレイテッドレイトレーシングというのができるようになって、この M3 ファミリー全体でいうとレンダリングのパフォーマンスが M2 の 1.8倍、 M1 の 2.5 倍になるそうですね。で CPU の方も高性能コアでこの M3 ファミリー全体としてですね、 M1 よりも 30% 速くなり M2 よりも 15% 速くなってるらしいんですね。であとは高効率コアの方も M1 よりも 50%、 M2 よりも 30% 速くなっているそうですね。まあそれ以外にもですね、このね電力効率というのが非常に高いということで、この同じパフォーマンスで半分の電力で済むようなものになっているそうですね。まあそれ以外もですね、ニューラルエンジンの方も M1 よりも 60%、 M2 よりも 15% 速くなっているそうです。でまあ、それ以外もですね、この M3、M3 Pro、M3 Max、それぞれについて、まあ、こんなようなね、スライドがありましたけども、ちょっと分かりにくいんでね、まとめてみました。で、こちら、まずはね、トランジスタ数についてはですね、こちら、M3 の方は250億個あるそうなんですけど、M2 が200億、M1 が150億ですから、かなり増えてますよね。で、これ、M3 Pro についてはね、370億個となっているんですけど、ただなんかね、前の資料を見ると、M2 Pro が400億個なんですよね。だから、ちょっと減っていましてね、これ、謎ですよね。まあこれ M1 Pro は337億個でしたからそれよりは多いんですけどね、まあ、ただね仕様をよく見て分かったのはですね、こちら M3 Pro って GPU18 コアが最大で、これ M2 Pro って19コアが最大だったですからね、その1個分のまあコア数の分ですね、トランジスタが少ないっていう感じになるんで、これコア数近いものだとパフォーマンス上がってると思うんですよね。そして M3 Max についてはこれ920億個のトランジスタ、これが M2 Max の時670億、
M1MAX は570億でしたからね、これも相当増えてますよね。そして CPU については M3 は M1 よりも 35%、 M2 よりも 20% 向上しているそうでですね。でね、さっきもちょっとね、ハテナマークのあった M3 Pro については、これ M1 Pro よりも 20% 性能は上がってるっていうんですけど、 M2 Pro とのね比がミキサイなんですよね。これね、さっきのページに戻ってみるとね、やっぱり書いてないんですね。なんでね、これ M2 Pro をお使いの方で M3 Pro を検討している方はちょっとね、このベンチマークなんか見てからのがいいかもわかんないですよね。まあなんかね、 M3 Pro はね、製品ページのこのソフトウェアごとのねパフォーマンスアップの表なんか見ていると、まあなんかね 10% 台止まりだったりするのはあるっぽいですね。でこれ元のスライドに戻って、 M3 Max については M1 Max よりも 80% も性能が上がっていて、M2 Max よりも 50% CPU 性能が上がってるそうですね。で、GPU についても、これ M3 は M1 よりも 65%、M2 よりも 20%、M3 Pro は M1 Pro よりも 40%、M2 Pro よりも 20% ってことでね。まあ、そして M3 Max は M1 Max よりも 50%、M2 Max よりも 20% GPU 性能が上がってるってことなんですけど、ただこれね、M2 系からだと 20% っていうのが、まあ、果たして多いのかっていうと微妙な部分はあるかもしれません。まあ、そしてね、メモリについてはね、こちら M3 は 24GB までね、いけるようになったんで、まあ、iMac については増えたという感じですけど、M2 からは変化はないんですね。あとはね、M3 Pro はね、こちら 36GB までね、詰めるようになってるんですけど、これがなんかね、帯域幅が 150GBps に、M2 Pro 200だったのに対して落ちたりしていてですね、M3 Max については最大 128GB までいけるようになったんですけど、ただね、それは16コアの CPU のモデルだけだったりするんでね、あとは14コアの、ね、モデルでしか選べないこの、ね、メモリーの容量なんてのもあるんで、ちょっとね、注意が必要で、14コアの方は帯域幅が 300GBps に落ちたりしていますよね。はい、そしてね、最後、地獄の価格表ですけどね、全部はないんですけども、ちょっとね、カスタマイズをやりながら拾ってみましたけどね、まあ、とにかくね、この種類が多くてね、なんかこう、組み合わせが難しいんでね、まあ、これはちょっとご自身でやっていただきたいという感じなんですけど、まあ何にしても円安でね、高いですよね。まあ、ただね、M3 の14インチの MacBook Pro、これについてはね、この隣の15インチの M2 の MacBook Air と比べても、2万円とかのね、差になってくるんで、結構なんかお得なんじゃないですかね。ディスプレイの方はね、ミニ LED ですしね。だから、まあ、この映像を見るのには非常に綺麗ですしね。スピーカーの方もね、ロックスピーカー、音がとってもいいですからね。まあ、そういう意味で、ちょっとまあ、厚みはありますけどね。まあ、そっちも検討材料には入ってくんじゃないですかね。で、あとはね、これ、M3 Pro と M3 Max の差って、カスタマイズで言うと8万2000ぐらいあるんですけどね、ただね、トランジスタ数は 2.5 倍ぐらいですからね、M2 の時は、せいぜいね、1.7 倍弱ですからね、そのあたりだいぶ差が開いた構成になってるみたいですね。まあなんかね、今回ね、その M2 Pro の時って、ちょっと GPU 性能ばっかり高くて、CPU とのバランスが悪かったのが、そのあたりをちょっと調整して、なんかその CPU と GPU のバランス取ってきた感じはありますかね、M3 Pro は。なんか M2 Pro の人が M3 Pro にしても、あんまり、パフォーマンス向上は感じられない可能性もありますよね。M3 Max はかなり伸びてる感じはしますけどね。まあ、てなわけでね、こちら良かった点、楽しみな点については、まあ、M3 ファミリー全体の性能っていうのは非常に楽しみですし、まあ、動画の書き出し、私なんかだとね、早くなるのに期待したかったり、レンダリングのパフォーマンスも上がったりするといいですよね。あとは実務でのバッテリーの持続時間っていうのは、この電力効率上がったっていうんでね、ちょっと期待したいところ、そして新色のスペースブラック、いい色なんでね、ちょっとプロっぽくていいかなというところ、あと iMac はね、冷却がありますから、パフォーマンスが最大限発揮できるのかな、なんていうふうに思いましたね。で、あとはまあちょっといまいち点というと価格がやっぱりね、まあ円安要因がほとんどですけど上がったということと、
あとはね、サンダーボルトがもう一機やっぱり欲しいなと思ったり、あとは構成が複雑でカスタマイズがちょっと難しいのかななんていうのはね、思いましたよね。あとは組み合わせによって選べるメモリーが違ったりするのもちょっと困った点ではあります。あとはね、ちょっと M3 Pro の CPU 性能が若干怪しい感じもあるんで、これはちょっとベンチマークとか見たいとこですね。まあ、あとは残念ながらね、MAX だけ納期がちょっと遅かったりするというのはありますけどね。まあ、これも待つしかない感じ。そして iMac はね、皆さん期待していた方もいるような感じがしますが、ライトニングのままだったんでね。まあ、残念ながらというところ。あとはね、もうこのね、MAX なんかの性能を見ていると、M2MAX 持ってますからね、私に必要なのか、クエスチョンという感じは正直ありましたかね。まあ、てなわけで、もうね、注文は始まっております。で、11月7日から早いものはね、まあ、手にすることができるという形になっております。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方は、いいね。そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。